お疲れ様です。ラットです。今日はですね、ディガポイですね。はい、久しぶりかな、ディガポイ。はい、まずこれね、今日は使っていこうと思います。で、はい、なんだろう、何を話す何話せばいいんだろう。とりあえず、このディガポイ、昨日の動画でもこれ負けたんですけど、このデッキの相手に。なんか、今、古城ババと、まあ、ユーノとか、古城ババユーノ、ラムライダーが、まあ、基本流行り的な感じなんですよね。で、まあ、そこに対して、この墓石とかハンターとかで、ちゃんと守ってたディガーでね、コツコツ削るっていうのが、まあ、結構強いっていうか、まあ、そういうメタですね。まあ、工場がやっぱ多いんで、最近なんでそこまでディガポイがいないんですけど、まあ、墓石のディガポイが結構安定するのかなと思います。なんで、これ誰が作ったのかわかんないんですけど。まあまあまあ、対空にもしっかりね、アウトロハンターコウモリもあるんで、まあなんとかなるかなと思います。というわけで、トルネなしディガポイですね。はい。で、あれだ、これもう最近、やばいっすよ、これ。今、2456位、5785、トロが。これね、マジで、本当に真剣にクララはやってるんですけど、マジで勝てないんですよ。今、上が6600ですよ。やばくないですか？いつもだったら64にはいるかなっていうぐらいなのに、もう、勝てなくなりましたね、もう。真剣にやって58付近を今、うろちょろして、一回でも、そう、6人手前ぐらいまで行ったんですけどね、今季。っていうので、ちょっと、焦りをすごい感じてますね、本当に。やばい、勝てなさすぎて、びっくりするんですよ、なんか、あれって。あれ、こんな勝てないっていうぐらい、ちょっと勝てなくて、メンヘラ化しちゃってるんですけど、まあいいかな、いいかな、よくはないね、よくはない、本当に、本当にちょっと、やばいかなと思ってるんで、今日勝ちたいと思いますね。なんか、動画内だと、まあやっぱね、多少はちょっと喋ってるっていうので、まあなんか、しゃーなし感もあるんですけど、動画外で真剣にこうやってる時に、黙々とね、やってる時に、この勝てないっていうのは、マジでメンタルやられますね。マジでやばい。なんで、ちょっとやばいですね。まあでも言うとあと1週間ぐらいかな。はあるんで、まああと1週間でどうにか、この沼というかなんかこの上がれないゾーンから抜け出したいですね。どうにかに上げたいんですけど、デッキが定まらないですね。なんか前までだったら、まあ30使っとけばいいやとかもあったんですけど、まあ30終わってるで、僕がそこまで30しか得意ってわけじゃないんですけど、ほどほどに頼ってきたので、あのね、ぶっ壊れカードに。んで今なんか安定したやつを自分の武器にしたいですね。はい。ってなわけで、まあいろいろ使ってるところではありますね。これディガっぽいな、取れねえかな。はい。よし。これかな、もうエリポントルネードってゴレやね、ゴレだよね。多分振り無視されるんですよね。これディガー出して、ここの位置だと相手のキングタワーのダメージ受けないんでね。来たよ、これだよ、これ振り無視くん、知ってる振り無視くんだよね。いやマジでこういうの振り無視くんって呼ぶようにしたから、絶対無視だから、これポイズンだよな。でもフルムシ君、こんにちは、フルムシ君。オーケー、ざまみろ。やばい、口が悪い。ちょっとあの、触れないでください。いやー、いい防衛ですね。美味しい。で、これ、ユーノ飛ばして、でも、ロリババで、全部やられちゃうかな。おや？あはー、苦しい。美味しい。いや、落とせる。いやー、惜しいな。で、どうしようか。ディガープラスコウモリで、トルネを咲かせるっていうのもいいんですけど、ディガーとコウモリ両方が全部処理されるのは嫌なんで、どっちかはダメージ入るように。こうすると、あ、ザップね。トルネザップこれか。懐かしいですね。これはしっかり受けたいと思います。しっかり防衛ですね。あはー、逆再起だ。フルムシくんやんけ。これでまあ、ユーノやって、これ100無視だから。さすがにでも俺でも無視するか、これは。300ぐらいは。オッケーで、トルネザップだから相手はアウトローがきつい、アンドゥー、ポイロリで、これ全部おさらばなんでグッドゲームしておきますか。はい。これポイロリ最強なんで。これ全部飛ぶんで。で、これハンターでビビドラ飛ばしてからの、
相手のメガゴはコウモリで、このガールが無双していると。まあ2周目アウトローでもいいですけどね。やったー、マジで嬉しい。この動画外で集中してても勝てないのに、今もすごい集中してるんですけど、この動画内で、ね、勝てるっていうのはもう嬉しいめちゃくちゃ嬉しい。はい、というわけでグッドゲームですね。これ神相性みたいなのがありますけど、だけども、はい、まあ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 1戦目なんでね。よしっていうわけで、そう、すごい聞いてほしい話が一つあるんですけど、僕最近ね、新しいまたアニメの漫画でもあるかっていう、新しいアニメにハマりましてですね、ちょっとそれをすごいいろいろ話したいんですよね僕漫画とかアニメめちゃくちゃ好きなんですけど、っていうのはね、結構、まあ、いろんな動画とかでも言ってるし、意外と、まあ、言ってるかな、はい、だと思うんですけど、マジでハマったマジで今毎日見てる、その僕はネットフリックスで見てるんで、まあ、アニメっすかね、アニメで見てるんですけど、マジで面白い今アニメに出会いました。マジ、多分でも結構有名だから、普通に有名だから、でみんな一回聞いたことあるやつで、多分見たこともあるかな、わかんないですけど、この歌ですね、その名前はですね、進撃の巨人ですね進撃の巨人ですね。なんかもう僕今まで見たことなかったんですよ。今更ってなるかもしんないですけど、知ってる方からしたら、え、今更って感じかもしんないですけど、僕はやっと初めて見ました、初めて。なんか、昔から結構アニメとか漫画も好きだったんで、なんか周りとかで、なんかどんなアニメとか見るのとか話するじゃないですか。けど、なんか、進撃の巨人って言われた時に、ああ、あれね、みたいな感じで、別に僕は見なかったんですよ。もうリヴァイさんしか知らなかったんで、僕はリヴァイって言ってたしか、マジで。けど、いやー、リヴァイのね、みたいな感じだって、別に興味を持ってなかったんですよ。なんか、巨人っていうので、なんか、ちょっと、っていう、このね、僕の、よくわかんない、この、なんていうんですかね。いや、いいやっていう、この気持ちがあったんですよ。巨人？いや、いい、みたいな感じだったんですけど、僕は、その、ね、ちょっと、知り合いに言われて、いよいよ見たんですよね。いよいよ見てしまった。そしたら、面白すぎた。マジでやばかった。なんかもう、1話見ただけで、そう、1話目がやばいんですよ、これ。だから、見たことない人、マジで見てほしいんですけど、1話目が、もう神かよ、ぐらい、もう、だから1話目で、その視聴者をね、取り入れようとしてるんで、もう1話目がね、面白すぎた。なんで、1話目を見れば、これは絶対見ちゃうんですよ、絶対。なんで、この進撃を見てない人には、この1話目をマジで見てほしい。アホみたいに面白いですから。いや、マジですごい今、なんで、激ハマりしてますね。なんで、毎日めちゃくちゃ見てるんですよ。で、僕が誰だろうな、誰だろう、誰、ミカサが圧倒的ガチ大好き勢ですね。まあ、可愛いかつかっこいいかつっていう、もう誰にでも愛される感じのキャラクターですね、あれは。っていうのは僕はすごい思ってますね。思ってるというか、まあ、ミカサかっこいいなっていうのはいつも思いながらね。いつも思いながらっておかしいけど、そういつも思いながら見てますね。いや、マジでだから、この進撃の巨人、見たことない人もですし、なんだろう、マジで見てほしい。クソおもろいんで、ちょっと語りたいっすね。マジでおもろい。まあ、あと誰がいるかな？あと誰がいるだろう？あと誰がいる？もう誰がいるかもわかんない。そう。まあ、とりあえず本当に初期キャラクターっていうのかな。そう、初めの方に出てくるミカサっていう人がいるんですけど、僕はその人はめちゃくちゃ好きですね。だからみんな多分好きだと思うんですよ、あのキャラを。逆に嫌いな人がいない、まあ、みたいな。まあ、定番ですね。多分、進撃で一番好きな人はってなった時に、多分、一番人気がそいつになるレベルで、まあ、ただの定番さんなんだと思うんですけど。まあ、それぐらいね、いいっすよね。やばい、ちょっと待って。このピンチ、やめてくれ。俺の。オッケー、いいよ。それは甘い。それは甘い。ほら、止まる。で、ロリルー。あーげえ。いいですね。調子がいいよ。これ勝ちたいですね。あと1000円なんで、ディガポニで削っていきたいと思います。なんで、おすすめのアニメは知りたいですね、今。
で、ネットフリックスで、無双してるんで、なんか、いいやつあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると、僕はただただ嬉しいですね。あ、これ湯の入る。おいしい！買っとくね。はい、ポイズン。あはー。いや、おいしい。これもアウトロー系、こそ、ペッカに勝てるディガポイなんすよってやつですね、マジで。いや、マジで。まあ、シンプルにこのアウトローとハンターと墓石っていうこの陸系の豊富さがやばいです。一回丁寧に防衛します。ワンチャン全部持ってかれるのやばいんで。いや、このハンター強い。ハンター強い。オーケーポイズンで終わり。グッディ。いいですね。いいですね。さては。さては、このディガポイでトラ上がる説あるかな。トラ上がればいいんですけどね。マジで。マジで。まあでも、なんだろうな。これ何がきついんだろう。迫撃。わかんないな。わかんない。まあまあ。まあまあ、言うて今、グロー2000とかなんで、さすがにね、ちょっと、マジで焦る。頑張りたいですね。よーし、っていうわけで。あとなんだろう。なんかアニメ見るかな。僕、アニメより基本漫画家は漫画派なんですよね。すごい漫画派なんですけど。今回は初レベル、なんて言えばいいんだろう。久しぶりにアニメを見ました。そしたら、まあ、激ハマりしたやつですね。ぽい。これな、ラムライダー。そう、ラムライダーに対して絶対相性いいと思うんですよ、このデッキ。でラムとかをメタったデッキだと思うんですよね、これ流行りのデッキ。てか、あとメガナイトが最近増えてるから、すごいそれは嫌なんですけど、僕は。ぽい。これディガポイしていいかな。いや、ディガコンも、ディガコ？いや、ダメだな。アイゴレ。いや、あはー、なるほど。これコウモリ溶けて飛ばす、出す。OK。いや、美味しいですね。で、これワンチャンラムライダー来るんで、有能気持ち出して、本当に来たよ。本当に来たよ。ほら。え？ちょ、君。やばくない今の見た。あ、待って、間違えた。これディガ。今のこれごめんなさい。マジでごめんなさい。これ、ロリババで全部終わる。え？え？出た。ワイハイ。今、絶対怒ってる。あ、絶対怒ってる、この人。ごめんなさい。ごめんなさい。絶対怒ってる。今、ワイハイで切れてる。あ、ふざけんなよって。なんでだよって今、怒ってる。ごめんなさい。何もしてない。ちょっと待って。やば。なんか、ありがとうって言うとこ、負け格で勝った。そういうことある？そんなことあるっていうことが起きましたね。まあ、ただただ、ありがとう。それだけを伝えたいですね。はい。というわけで、今日も最後はもう、農家なんですけど、まあいいかなっていうので、もう今日はね、全勝なんで、はい。気分よく終わりたいと思います。なんで、よければ、このディガポイも使ってみてください。はい、一度は。意外となんか、いやー、それで気使えないみたいな、よくあると思うんですけど、使ってみたら、あれ結構勝てるくねっていうのがあるんでね。はい、ぜひ一度は試してみてください。というわけで終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方してもらえると嬉しいです。では、お疲れ様でした。